もうちょっとしたら話し出しますね。前髪切ったんだけどさ、卒業発表する時に前髪切るってすごいよね、今考えたら。だから変に伸びた状態で巻いて変になる方が嫌だったんだよね。だからまあまあまあいい感じ。こんばんは皆さん。今日はももが、家にいるももみんながまあここにいない、あのマスコット系はいないんですけど、違うとこに置いてるのもあるんですけど、ちょっと大きめももたちを、あとカニちゃん、ここにも連れてきました明るくね、画面明るくいこうと思って可愛いみんな。あと一番のお気に入りはここにいます。めっちゃいる。だからベッド寝る場所めっちゃ少ないよ私今いっぱいいるから。かわいいやろ背景が。こんばんは皆様。すごい、もういっぱい見に来てくれてる、ありがとうございます。もうちょい、もうちょいしたら話し出そう。いやもう話し出そうとしちゃった今もうちょっとしたら話します。今日は賑やかです、とても画面が。なんかさ、帰りになんか食べたいなって思って、全然なんか緊張してご飯食べれなかったとかは全然なく、普通に朝ごはんもお昼ごはんも公演前にね食べたんですけど、あのお腹空いたかもと思ってコンビニ寄ったんですけど、もう作るのめんどくさくて、けどなんか食欲が湧かなくて、なんか変な感じで変な感じで食欲が湧かなくて、三ツ矢サイダーだけ買って帰りました。でも配信終わったらお腹空きそう。で明日ね、分かったのに今日卒業発表して、なんかなんとなく寝れないまま朝迎えそうだなとか、なんかすぐには眠れないだろうなとか思いながら分かってたのに、なんか明日早めの時間にちょっと予約入れちゃったところがあって、ちょっと後悔してます今稽古はね遅めの時間だから全然急がなくていい日だったのに、朝ゆっくりでいい日だったのに、わざわざ午前中に予定を入れてしまって、しかも予約だからもう行かなきゃいけないからさ、なんかキャンセルの電話もなんかもめんどくさいしって思って、ただいま絶賛公開中です。そんなもんだよね午前中の予約って分かっていたのに。だからまあまあ、でもその予定がそんな長いわけじゃないから、終わってすぐ帰ってきたら寝られるかなっていう。なんかその予約取ったのもちょっと前なのよ。そう、なんか明日空いてますかみたいなやつじゃないから、そう最初に言われた時間もうちょっと遅いのないですかって聞けばよかったなって毎回思うんだよね電話の予約って。なんかその自分でネットで予約してのやつじゃないから、もう後悔している。だからね、まあ私にとっては結構早起きなので頑張りたいと思います。って感じです。帰ってきたら寝ます。そろそろ話しましょうかしら。10分になったら、でもみんな見に来てるか、大体なんか気にして見てくれてる人は。
今日みーちゃんがさ、あの別になんか私が卒業発表するって知ってたわけじゃなかったけど、ウェルカムボード公演劇場のにカニちゃん書いてたらしくて、そうってなった後でみーちゃんさすがオカルト研究部と思って、そうってなことがありました。まあね、なんか卒業発表するとなんかそんな気がしてたとか、なんか嫌な予感がしたってみんな言うと思うんですけど、ファンの方は。でもさ、意外とやっぱなんか結果発表したからやっぱそうだったなって思うんだけど、意外とやっぱ毎回ドキドキしてると思うからね、どうなんでしょうか。メンバーがみんなすごい SNS 書いてくれたんですけど、あのおなんかあのいっぱい通知が来て、あの表示上限超えましたみたいな感じになっちゃって見れなくなっちゃったので、いっぱい見てたから、そうだからちょっと後でまた、そう私は特に舞台も控えてたので、多分まだ今じゃないだろうなと思う人が多かった。で大体そんなね、まあ8年目しててまだまだいるしようって思う人の方がね多分少ないと思うから、そう多分みんな毎回ドキドキしているのかなって思いながらも、すごい一末例のたびに視線を感じる8年目を過ごしてました。すっごい見られてるなって。そう、じゃあもうそろそろ話し出しましょうかね、みんな早く早くってなってると思うから、改めまして、うん、改めて今日卒業発表させていただきましたね。すごいなんか手挙げてすいませんって言った瞬間からもう泣いてる人やっぱ察するじゃん。なんかそこで声を出すってことはもう卒業発表だから、その瞬間すごい泣いてる方とかいて、やっぱそれは他のメンバーの発表でも見てたけど、見たことはあったけど、なんか自分に向けられるってなるとやっぱね違うから泣きそうになって、でこらえてやっぱかっこつけたかったからさ、その発表の時はかっこよく決めたかったから絶対泣くないぞって思ってたんだけど、ひじりが横にいたひじりが早々にねもう泣いてて、それに無事釣られました。そうでも本当に震えが止まらなくて、なんか本当になんかとかじゃなくて、本当になんかこういう状態になっちゃって、そうなんかすごいね、今まで発表の中でも言ったんですけど、その今まで同じようにこうやって発表するして卒業していったメンバーがなんかすごいかっこよく思えて、そうすごいなって思いました。やっぱ伊吹とかさ、なんかすごい察し能力がすごいから、今日最初から会った最初からめっちゃ目合うと思ってて、絶対これ伊吹気づいてるなって思ったら、なんか今日の予感がしたって言ってた。あとユエルとかは毎回めっちゃ顔見てくるから、あなんか毎回その通常公演のたびに、あ疑われてるなって、今日かもしれんって思われてるなって思ってた。今日発表するっていうのはあきちゃんには言ってましたね。あきちゃんとか同期ねねとあきちゃんには言ってました。まああきちゃんはね多分そのどうしてもキャプテンだから、その卒業発表をしたメンバーの後にやっぱ喋んなきゃいけないじゃん、で知らない状態で喋るって結構大変だと思うので、やっぱちゃんとやっとこうって思って言いました。
まあ自由だけどね、遊戯はないわ。あとテネッパには公演前に今日発表してきますって感じで言いました。なんて言ったらいいんだろうな、難しいんですけど、うん、あきちゃんずっと緊張、2日前ぐらいから緊張してたって言ってた。ねねからも LINE が来て、公演前に。まあね、7年半やってきたので、なんか私的にはなんか十分いたなっていう、十分やったかなって思ってますね。まあなんか別に、なんだろう、私的になんですけど、これは私的に気持ちはもうなんか定年退職のような気持ちです。全然なんかそういうのないんですけど、何歳になったらとか全然ないんですけど、自分で辞めるって言わない限り多分入れるようなグループだとは思うんですけど、私的にはなんかかなっていう、発表の時も言ったんですけど、もちろんね、すごいやっぱここ居心地いいし、 HKT だからやれる仕事ももちろんあると思うし、だけどそこにいつまでも甘えてる状態で、いざ例えば30歳とかになった時に、外に出た時に多分何もできない状態で出ちゃうことになると思ったから、私はこのままいたら。そうだから別にその次これやれるって確信したから、それでいけるって確信したからやめるっていうのとはちょっと違くて、なんかよくあるじゃないですか、その私だったらその舞台をやるようになってきたから、なんか舞台でいけるって思って出てったんだろうなみたいな、で思われるかもしれないんですけど、なんかそれとはやっぱちょっと違くて、もちろんなんかいろんなことをしていく中で次これやりたいなみたいな気持ちも出てきたりはしているけど、なんかそれ自分を過信して出ていくわけじゃなくて、自分に厳しくなんかやりたいっていうか、やらなきゃ多分ね、ずるずる甘えちゃうことになるから、30歳とかになってもっと早くにやっておけばよかったって後悔するより、今頑張りたいなって、まだ時間があるうちに頑張りたいなっていう気持ちがあったので、卒業を決めました。だからもしかしたら私が今やりたいなと思っていることがうまくいかない可能性だってあるし、もしかしたらいざ出てみて、あ、やっぱりこれがやりたいかもって思う可能性もあるから、うん、今はなんか卒業後こうしたい、しようと思ってますっていうのは言わないでおきます。言えない、言えない、言わない、まあなんかどの言い方でもなんかいろんな推測されちゃいそうだから、あんまりなんかね、なんか なんて言ったらいいか分かんないんですけど、全部の言い回しで言っておきます。言えない、言わない。そうだからね、難しいんですけど、よくさ、おしゃべり会とかでなんか誰々は何歳までいたよとか、なんかだからお芋ちゃんもそうしなよみたいなのとかよく言われてたんですけど、なんかそれはやっぱりなんか そういう人ってもし今辞めてもその先こういうことしてるんだろうなっていう想像ができる人であって、例えばゆきりんさんとか、まあ、辞めた後も今後そのバラエティとかでみたいな想像できる人だからできることっていうのもあると思うし、私はね、まあ、いろんな考え方あると思うんですけど、じゃあ自分がそうかって言われたらそうじゃないから、うん、だから、ね、
そういう風に言ってくれた人にはなんかちょっと申し訳ないんですけど、それはそれ、これはこれみたいな感じで自分らしくいたいなって思います。で卒業が決まってた、決まったのは6月とかだったかな、確か6月5月にもう今の時期に卒業発表しますっていうのは決まった状態で半年間活動していたんですけど、やっぱりその中でさ、ファンの方はやっぱ未来を語りたいわけですよ。その未来っていうか、辞めた後とかじゃなくて HKT にいる私の未来をやっぱり考えて想像して話をね、こうやっぱしてくれてたと思うんですけど、やっぱ苦しかったね。その例えばなんかいろんなことがあるたびに、選抜とかもそうだけど、ことがあるたびにやっぱそのもう決めてるから、私はやっぱその考え方とかも違うし、前とは違うし、だからってなんかその発表するまではなんかそういうどうせ辞めるからとかも思われたくもなく、思われたくなかったし、でもだからって一緒に未来語っちゃうと、やっぱこれは卒業発表を控えたみんな通る道だとは思うんですけど、そのなんか嘘ついてる気持ちになるから、そのやっぱみんなを思っての嘘でもやっぱ苦しいし、そうだからやっぱこの半年はなんだろうな、言葉に表せないこの気持ち、でもやっぱみんなが通ってきた道だと思うから、そう、だからだみんなが思ってる前からって感じですね。いやめっちゃ辛かったよ本当に。もうだってもう何かがあるたびにさ、なんかできるだけ嘘をつかない、その悪い嘘じゃなくて気づかれないための嘘をでもできるだけつきたくなくて、でもやっぱりさそれは不可能だから、そうすごいもうクーってなってたその期間、この期間、今日までずっと。でもなんか確定ではあったけど、もしかしたら気持ちが変わるかもしれないし、だから別に昨日というかもう今日の公演が始まる前まで多分やめようって、そう、やめるのをやめようと思えばやめれたかもしれないんですけど、でもこの半年気持ちが変わることはなくて、ないっていうか、あ、その半年前の段階で覚悟してたんだな自分がっていう感じですかね。そうなんで、すごいなんかね、みんなには申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、あとまだもうちょっとあるので一緒にいろいろできたらいいなって思っているんですけど、その発表過ぎ発表した時に言った通り、今予定されてる、発表されてるおしゃべり会とかコンサートとかはあの出演する予定なので、つまり結構いるんですよまだ結構いるんですよ、そのそうなると、そう、まあ細かいのはちゃんと後で発表、後でっていうか発表されると思うんですけど、その言い方ってなるといるんですよ意外とそう、だから春頃って言ったらなんかもうちょっといるなっていう感じもするけど、でも夏って言うと違うなみたいな、だから思ってるよりはいるので、そう、でも意外とねやっぱりコンサートリハーサルだったりとか、今月もねもうほぼもう舞台に行っちゃうので、なので意外とやっぱ短いのかなと思うんですけど、でもその機会、会う機会、喋る機会、思い出作る機会はたくさんあると思うので、でも本当になんか理由って特になくて、
そのなんかもうみんなさ予定を決めて、やっぱその4月とか買ってくれてたりするわけじゃないですか。だからもちろん今までのメンバーみたいにもう受付しちゃったけど、発表した段階で切り上げてその分を振り返とかもできたけど、やっぱみんなはその日と思って予定を組んでくれてたからなって思って、そうなりました。もちろんなんかその振り返とかあったら来てくれるとは思うんですけど来てくれるかな思うんですけど、なんかな、なんかちょっと私の中でちょっともやっとしちゃって、それはなんか別に悪いってわけじゃないけど、私の中でそれはすっきり終われるのかって思ったら違うなと思ったので、でこう言うとね、もうちょっと発表後でもよかったんじゃないかみたいな感じでね言われるかもしれないんですけど、まあそこはまあ誰の考えが正しいとかはもちろんなくて、だから私的にその嘘をつく期間っていうか、そのみんなのことを思っての嘘であってもそれをつき続ける期間を長く持ちたくなくて、そのもちろんその2ヶ月前とかに発表することもできたけど、うん、そのもうないって分かってる HKT としての未来をみんなと語るよりも、そう嘘ついてることなんじゃ語るよりも、その今までの加入してからの思い出の話とかそういうの振り返ったりとかの思い出を作る期間にしたいなって私は思ったので、うん、少し早めですけど、もともとね本当は普通に2ヶ月後とかに辞める予定ではあったんですけど、本当に偶然たまたま12月にシングル発売することになって、その予定がもう先に組まれていたので、もうそれでってことにしました。いい嘘であってもやっぱり苦しいのよ、これであの時こう言ったじゃんとか言われたら私もう何も言えなくなっちゃうから、そうだからそれも少なくしたかったかも。終わりはさいつ言っても一緒だから、決まってたら、だから私はその時間を作る方がいいなって思った。だってさ2ヶ月前に発表してもさ、そんなつもりの最後じゃなかったのにが多くなっちゃうと思ったし、例えばそのおしゃべり会とかだってもっと早く言ってくれてたらあの時も参加できたのにみたいなのとかもあると思うから、私だったら悲しいなと思ってこういう形になりました。ただ私がこうってだけなので、今まで卒業するメンバーとかこの先もしかしたらいるかもしれない、分からないけど、全くいるメンバーとかもまたそれぞれ違うので、私はこうってだけで、私がこういう理由でってしただけなので、なんか特別こういう都合があるからとはちょっと違うかな。そう、な感じですでその CM 選抜、ラビリンスの CM 選抜なんですけど、多分その撮影とかいろいろ多分時期も関係もあるので、私はもう最初から不参加という形で、多分後でまたお知らせが出ると思うんですけど、明日以降かわからないけど、そもそもがメンバー対象外という形になるみたいで、そうなので、そうだから何も言えなかったの、参加するかしないかとかも言えなかったから、うん、しあったとしてもその参加できる範囲内だったとしても、やっぱりまだ残るメンバーにやってほしかったから、多分参加してなかったと思うから、結局はそうなので
そういうことでよろしくお願いします、うん、そうだからその聞かれた時オンラインとかで聞かれた時はそのもうちょっと待ってねっていう形で答えてたんですけど、そんな感じです。だから一応連続であの CM 選抜としてランクインさせてもらったという記録で終わります最後は不参加という形で最初からもう投票もできない形になると思うので、もうねお知らせがちゃんとあると思うので待っていてください。では準備もあると思うので今日言っておきます、まあ、どっちにしても対象でも参加外になってたし入れても参加できない可能性もあったと思うから、それだったら別の子がその順位に入った方がいいと思うのでファイトです。みんなメンバーみんなですね。もうなのでこのこれからあと何ヶ月かはもう楽しいことを考えていきたいなと思います。もう過去の嫌なことはもう今じゃない、振り返るのは。そんな感じですかね。寂しいんですけど、なんか実感が湧いてるのか湧いてないのか分かんない状態今。そうで、これでまたじゃない、これで私がもっとで今20歳とかだったら全然いたと思うんですけど、やっぱりね難しいですね。そんないつまでもできるわけじゃないし、いつまでもやった後のことも考えたらやっぱりねなんか能天気じゃいられないから、たくさん考えましたね。まあ1年以上は考えたし、何回もその辞める辞めないの時期はあったけど、うん、一番固い決断でした。やっぱり6月くらいが、6月5月です。家族にも相談してたって、私さ今日発表って言ってなかったんだよね。そうママには卒業するっていうのはずっと話してたし、そうだけどパパには一言も言ってなくて、そう今日公演前に能天気に梅干しの写真送ってきて笑っちゃった。今から卒業発表するのに私はパパはなんで梅干しのキムチの写真を送ってくるんだと思ってちょっと鼻水を取って笑っちゃった。でもいつもそうなんだよね、いつもパパだけ教えてもらってない、緊張するからね言うと。そうそうそう、言うと緊張しちゃうから、あの選抜入った時とかもいつも後から知るっていう、そうごめんねって言った。でもまあそろそろやろうねみたいな話はしてたから、やっぱ家族のことってなると涙出る。やめよう話すのそう笑っちゃう、いつもパパそんな感じどうまいごめんって言っといたでもなんからしいねっていう感じで終わりました。私らしいねっていういつも言わんからあー鼻が赤くなってきた。今日さ公園で泣きすぎてさ、もともと鼻赤いのを無理やり隠してたんだけど、一回こう鼻噛んじゃったから赤くなってきちゃった。困った困った。いやママもね喋らんのよパパになんかそろそろかなみたいなのもパパからなんかパパが言ってきたよみたいなのをいつも報告受けてた、ママから。そういつも言ってた。だからあパパ言ってないよって言ったら了解みたいな感じで
まあ、別になんか言ったらどうかなるってわけじゃないんですけど、まあ、いろんなあり方がありますからね。そう、不仲とかじゃなくてめちゃめちゃ仲いいんですけど、なんかさ言わんのよねなんかそう誰も言わん。そうそうそう、別に言ったからって反対されるわけでもなかったし、別にパパに反対されるわけでもなかったし、なんか言った言わんで何かが変わるわけじゃないんですけど、あのそんな感じですいつも最終的にはねちゃんと報告するけどね、いつまでも言わないままってわけじゃないけど、あのみんなと知るタイミングが一緒っていう感じです。そう、最後の日はねもちろん言いますけどそんなもんだよ意外と。こんな感じですかね、言えたかな全部。多分明日は同じことはメールで書ききれないと思うので、だいぶはしょっちゃうと思うんですけど、そんなもんだよね。仲良くても別になんか全部言わなきゃいけないわけじゃないし、いつかは知る、そういつかは知るしって感じなんだよね。かな、まあまだ時間はありますし、みんなとたくさん思い出作れたらなって、まあ、その今後のその辞めた活動終了した後はまあね、わかんない、さっきも言った通りまだ言わない言えない状態なので、言わない言わどっちが正しいかわかんない、どっちにも捉えられ、なんか変に捉えられたくないので両方言いますが、だから卒業公演の時に言うかもわからないし、ちょっと時間がかかるかもしれないし、もうわかんないです、わかんないが正解。まだそのなんかどういう感じになるのか、そうだからこれを聞いて、あ、なんか決まってるんだとも思ってほしくないし、え、何も決まってないんだとも思ってほしくないし、え、芸能活動するんだとも思ってほしくないし、あ、しないんだとも思って、確信は持ってほしくない、どれも。そう、ただその時を、私から喋る時を待っておいてくださいっていう感じです。変に憶測したや人嫌いまあ、予想は別に全然いいんですけど、なんかその予想が確定かのように話を広げられるのは嫌いそう、あの自分であの思う分には全然いいんですけど、し私もちゃんと考えてはいるんですけど、あのそっから広げるのは嫌とか、なんか本当はこういう理由なんだろうなみたいなのとかも本当に嫌なので、今の私が今この配信で喋ったことが全てです。なんか言わないだけで実はとか言いました、ほぼって言ったらあれなんですけど、今言えることは言いましたので、だからなんか変なよくわかんないこと言ってる人とかいたら、なんか言ってんなって、まあ、なんか訂正とかももはやいいです、もうスルーしてください、そういうのは。でもみんなにとっても私にとってもいい方向に行けたらいいなっていうのだけは思っているので、よろしくお願いします。なんかいつね、なんかどういう情報っていうか、その予定の日程とかを言うかわからないので、皆さんあの尖らなんか神経とガラスとは違うか、あの目に入るようにしておいてください。
よろしくお願いします。ってな感じかしら。今日さ、お見送りにクマ持ってったんだけど、マネージャーさんが急にあのクマが卒業発表なんか見届けに来たよって言って渡されたので持ってきました。急にあの最後のバイバイみたいなのが終わって戻ったら言われました。めっちゃウケる。こんな感じですかね。言えたかしら。喋り続けた30分くらい。なんかね、言っちゃったって感じ。そう、言っちゃったってなったからってなんかその取り消すとかはないんですけど、でもみんなが通ってきた道だから、やっぱみんなもこんな気持ちだったのかなとか、パーって感じです。お腹空かないです。あの発表前の方が食べれてたのに、発表が終わった瞬間食べれないっていう。わかんない、これ配信終わった瞬間お腹すくかも。でまたおしゃべり会とか受付が始まると思いますので、多分なんか数日前に、なんか言えなかったのよ最後の方、なんか来てねが難しくて、あーあーって思ってたら締め切り終わって、あー次ーと思ったら締め切り終わって、あー次ーと思ったらもう終わっちゃったから。でもその2月のおしゃべりオンラインとかも多分最後って言われてないから、きっとその前回分までのなんかいろいろ支払いとかが終わったらまた受付が始まると思うので、皆さん絶対来てください。いっぱい話しましょう。多分次でオンライン次最後かなって思うので、2月なんで、またお知らせしますので、皆さんぜひ絶対来てください。よろしくお願いします。コンサートもよろしくお願いします。てな感じで今日は疲れました。です。そう、舞台もねまだ受付してますので、わかんないけど HKD タックに入って、まさかこんな舞台をするメンバーになるとは思っていなかったしね。なんで絶対来てください。目標までまだもうちょっとあるので、個人的目標まで達成したいし、見てもらいたいしって感じなので、またねちょっと明日からもう本格的に舞台の方に集中ってなるので、公演は出られないんですけど、あのまた配信、そう表に出てない状態が増えちゃうので、配信またできたらいいなって、本番前、本番中、本番後1回ずつぐらいはできたらいいなと思っておりますので、見に来てください。よろしくお願いします。2月のおしゃべり会でオンラインで感想もお待ちしてますので、だから2月は話すことがいっぱいです。忘れないうちにみんな来てください。よろしくお願いします。あー疲れた。頑張った。今日めっちゃ緊張してさ、衣装さだいたい脱いだら片付けるみたいなやっぱするけど、今日1曲目の衣装から全然片付けられんかった。楽に山積みになった。そう。今日はありがとうございました皆さん。悲しい思いをさせてしまったんですけど、いつか来るのが今だったということです。ことですって伝えるんですけど、そう、一番。今が一番いいタイミングだったなっていつか思えたらいいなって思います。
日は自分のせいで予約変な時間に入れちゃって早く起きなきゃいけないので、ちゃんとお風呂入ってコンタクト外して電気消して寝たいと思います。それでは終わります。まあ、今日最後とかじゃないからね、本当に今日全然最後じゃないんで、あのまた見に来てください。あ、鼻水が、あ、隠れてないてな感じで今日は終わりたいと思います。また明日からも頑張りますので、舞台も待ってるし、おしゃべり会とかもう今発表されたのも全部出るから、そう一個一個来れるところ見届けて、まずなんかなんだろう、最後っていうのが増えるたびにやっぱ毎回こう、あ、寂しいなってなると思うんですけど、お待ちしておりますのでよろしくお願いします。てな感じで今日は終わりたいと思います。 See you again、 また来て again。 みんなみんなおやすみって言いなさい。おやすみ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 。それでは終わります。またねみんな、ゆっくり寝てね。みんな明日目が腫れるぞ、私と一緒にありがとうね。